水泳はやらなかったの？養子先の母親が心配性でね、溺れるといけないからって泳げないことで随分バカにもされたよ。私も泳げないよ。あれ？さっき姉貴と両エースだって言ってたじゃん。マサイはもう泳げるの？姉貴と泳ぎに行ったことなんてないよ。再会したのはもう18の時だし。なんかあったの？ねえ、プール行ってみない？泳ぐの？まさか、ただ行ってみたいだけ。いいさ、行こう。バンジョって知ってる？いいよ。バンジョはね、まあ終わったことだし、つうか古い話だからいいんだけど。わかんないよ、それじゃ気になるよ。長くない？今さら長いも何もさ。あの子と私のそもそもの話、こうなった原因の話。何あんたみたいなインナー女、どこにいたってわかるよ。うわっ、うわっ、うさいもん。うわっ、うわっ、うさい、うさい、うわっ、うさい、うさい、うわっ、風災警報外れ、風災警報外れ、ポーション、ポーション、デンジャー、デンジャー、色基地外接近中、接近中。あんたの弟なんかに手出すわけないでしょ。失礼こくなよ。あんたに弟の評価をする資格がない。それに何、こんなところに引っ張り込んで。昔の話して感情を買って順を垂らしこもってきたよ、このバイタ。しない子に。あんたがうちの弟に手出しといて、なんて言い草だよ、この野郎。ちゃんと話し合おうよ。もうあれから10年経ってるから。そろそろ言っちゃう。あんたが殴っといてよく言うよ。番長が怖かったの。私は戦った。でもあんたはそうしなかった。あんたみたいにみんなが強く生きられるわけじゃないんだよ。だからって友達を裏切っていい人にはならない。違う。じゃああの時何ができたっていうの？あんたが私だったらどうしたっていうのよ。ねえ、教えてよ。話すことなんて。ねえ、教えてよ。ねえ、うるさい！ジュン、どうして？ジュン、ジュン、どうして？なんで、ちょっと助けてよ。助けて、どうして？入れないわよ。どうして、どうにかしてよ。どうにかしてよ。どうにかしてよ。あんたがこれ以上パニクったらね。あんたとかはこれ以上ブサイクしてるからね。ガスだなんか。あった！